皆さんこんにちは、幸せチャンプルーの時間です。パーソナリティのボラハンターのヨシニーとゴスペルシンガーソングライターのヨハンナです。そして愉快な仲間たちです。この番組ではゲストのお話やゴスペル音楽、その他いろいろなコーナーを通して、本当は身近である教会、世界のベストセラーである聖書を紹介したい、そんな思いでお届けしている番組です。番組ではリスナーの皆様からのメッセージを募集しています。聖書や教会への疑問・質問、イベントの問い合わせなど、お気軽にメールを送りください。また応援メッセージもお待ちしてますよ。メールアドレスは幸せ780@gmail.com、 siawase780@gmail.com、 アドレスはすべて小文字です。どしどしお送りください。皆様からのメッセージをお待ちしています。この番組は隣人キリスト教会の提供でお送りいたします。それでは今日も心温まる幸せチャンプルーをお楽しみください。あなたのそばに今行きます。すべてを捨てて今行きます。あなたのそばに今行きます。私のすべて捧げるために、はい、こんにちは。こんにちは。どういう反応になるかなと思って見てみました。なんか急にいつも本番で試しますよね。何かこういうね、あの技量は本番で試されるんですよ。はい、嘘ですか。どうですか。なんかこの間ちょっと体調崩してお休みされてましたけど。そうなんです。ちょっとね、なんか頭が痛くて。なぜか多分季節の変わり目でちょっと体調崩したんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、特に熱はなくて、あの、ね、今流行りの病ではないというのは分かっていたんですけど、うん、ちょっと療養をさせてもらいました。メイグーさんを避けたわけではないんですけど、チカちゃんが私を避けてるみたいに。いや、あれだね、メイグーが俺が代わりに来てるのに俺に向かってさ、避けられてるんじゃないとか言いますから。いや俺が代わりだから、もともとメグがペアだったでしょつって。どちらかというとメグの方が避けられてるっていうのが正しいっていう。急にわけわからんこと言い出してた。そんなことはないです。皆さんを愛しております。大丈夫ですね。体調不良でございます、はい、今はもう元気なので。はい、元気そうでよかったです。あの、ちょっとチラチラジーザスっていう字が見えるんですけど、これは何、はい、ちょっとこの間新しい T シャツを買いまして、面白 い、 なんかあの iPhone の画面みたいな。そう、電話を取る時のやつですよね。そうですね、あのジーザスにコールしてるところです。あ、ジーザス分からない方いると思うんですけど、あのイエスキリストのことなんですけど、イエス様のことなんですけど、英語でジーザスっていうんですか。こういう T シャツがあるんですね。そうそう、なんかね、あの、まあ、キリスト教の、ね、T シャツとかもちろんデザインって結構まあ、あると思うんですよ、うんうんうん、まあ、よく、まあね、十字架のネックレスとかもそんなのは、ね、はい、もうクリスチャン関係なく普通に出回ってると思うんですけど、なんかこの教会っぽいデザインで、うん、でもなんかちょっと面白いのないかなと。あの、普通の世の中結構あるじゃないですか、面白 T シャツとか、うん、はいはい、面白シャツみたいな。なんか沖縄のも結構ありますよね。そうですね、言葉が
ナンクルナイサーとかなんかいろいろあんなの割と好きな方なんですよ。でなんかクリスチャンもねちょっとなんていうのかな、うん、別に教会だと冗談言ったらダメみたいな言われても嫌なんで、そういうのもなんかいいなと思って、うん、面白いのないかなと思って探したら、まあ、これがねこれだけ、あ割とあこれちょっとクスッと笑えるかなと思って、そうですね面白い、まあ、本当に電話かけ電話で話せるとありがたいんですけどね。確かに電話がなくても話せますからね。まあお祈りして、ね、お祈りでね、お祈りでね会話するしかない。まあそういうねちょっと面白い T シャツみたいな、なんかね番組とかでもねちょっとね面白い T シャツとか作るって話が出てるので、そうですね、まあ、真面目なね番組 T シャツももちろんいいなと思ってるんですけど、せっかくだったらちょっと面白いなって思えるようなのも、うん、くすっとくすっとくるような T シャツも、まあ、なかなか T シャツで大爆笑は取れないと思うんですけどちょっとね、まあ、ちょっとユーモアのあるような用意できたらいいなって今検討しています。いいですね、楽しいですね、なんかワクワクしてきます、はい、で来てもらえるんでよろしくお願いしますね。まさこ先生も A って言ってね、まさこ先生の A の方が大きかった、ね、本当に嫌そうな声だったでもいいかもしれない、楽しくね、はい、デザイン考えてみたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の1曲目をご紹介したいと思います。はい、少々お待ちくださいケンちゃんと一緒で携帯の扱いができないのかな大丈夫です、はい、いきます。カナンハウスオブプレイヤーで起きよ光を放て、thank you.
失礼しました。カナハウスオブプレイヤーで起きよ光を放てでした。続いてのコーナーはルル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 ルローマ人への手紙12章2節この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。それでは益子先生お願いします。はい、こんにちは、今日は健全なセルフイメージの回復ということでお話ししたいと思うんですが、GIGO これはコンピューター用語らしいんですね。でどういう意味かというと Garbage in, garbage out、つまりゴミを入れればゴミが出る、不正確な情報を入れたらコンピューターは不正確な情報しか出さない、正確な情報を入れたら正確な情報を出すっていうね、そういうことなんですけども、コンピューターだけじゃなくてね、人間も同じように言えるかなっていうのは、自分自身の中にどんな情報を入れてるかで、自分に対しての考え方にあってどういう考え方を持ってるかでもこの人生の生き方って変わってくるんじゃないかなっていうことを思うんですね。で今日ローマ書を開いてますけれども、この第16代ローマ皇帝がこう言ったんですって。感情は環境によるのではなく考え方によって決まる、つまり考え方をコントロールできれば感情もコントロールできるんだよと、そのローマ皇帝は言ったそうなんですが、例えばどういうことかというと、自分をかわいそうな人間と思えばなんか悲しいし、で足を踏まれてもう怒りが出る人も時もあれば、また足を踏まれてもあ何でもないとか、そういうなんかその状況によってこの感情もコントロールできる。でそういういろんな場面においてもこうとっさに感情的に動くんではなくって、あこういう場面だからこういう状況だからこうなるんだよねっていう、そういう考え方を持ってれば別に感情的にこう怒りとか悲しみとか何とかがこう吹き出ることがない、こういう思いもコントロールできるんだっていうふうに言ってるということなんですけども、でも考え方の中でやっぱり一番大切なのは自分に対する考え方、セルフイメージじゃないかなって思うんですね。でいつもね私思うんですね、赤ちゃんってとっても可愛いですよね、この生まれたての赤ちゃんだけじゃなくてこう本当にどんどん成長していくその過程を見るにつれて、もうすべての赤ちゃんは可愛いです、本当に素敵です。でもなぜこんなに可愛い愛される存在が時とともにこうどんどん変わっていくのかなってことをいつも考えさせられるんですね。ある子は本当に愛らしくすくすくと成長するのに、もう 1,2 歳頃から憎ったらしくなっていく子もいれば、もう本当に多種多様というか、もう本当に10人十色というか、もう一人一人個性があって違う。でも本当に同じように愛されるべき存在として生まれたのに、もうどんどんさらに、ね、大人になって社会に出ていくと、もうその人生ってみんな全然違ってくる。神様が本当に愛したもの、愛されたものとして、ね、この世に生を与えているのに、その枝葉が全然違う方向に行くっていうのを見るにつけ、ああ本当に残念だなっていうね、そういうこともあります。あの可愛らしさがずっとねこう大人になるまでこう保ってくれたら最高だなっていう時もあるんですけども、ある子供はね、親からも本当にダメだダメだダメだってね言われて成長した家に、なんかああ自分はダメだダメだってね、もうそういう自分のイメージができちゃってる、あもう自分は何をしてもダメなんだ、ダメな子なんだってね思いながら育ってると、そういう大人に、セルフイメージが、ね、悪い方向に進むのかなとも思うんですね。で教会にいらした一人の女性の話をしたいと思うんですけども、
彼女は生まれなかった方が良かったってね、親からいつも言われていたんですね。お前なんか生まれてくるべきじゃなかったっていつも言われていて、それでまあそれでもなんか、まあ、心の深いところに傷は負いながらも普通に成長して結婚をして、でも赤ちゃんが生まれた時にこの方はお前は生まれてこなければよかったっていうなんかそういう、まあ、深い深いところの傷が、赤ちゃんが生まれた時にこの子を愛せない、もう抱っこすることすらできない、本当は大好きなのにようやく生まれた子なのに愛さないといけないのに、でも愛せない、もう抱くこともできないっていうことでとうとう鬱になってしまったんですね。でそういう状態ですから、もう本当に離婚の危機っていうところまで追い詰められて、でもしばらくこう花家を出されました。でその時に教会に導かれてイエス様を受け入れて、そして神様がどんなにかあなたを愛して、あなたを本当に価値あるものとしてこの世に誠意を与えたんだよっていうことが分かった時に、彼女は鬱からも解放されて、そして家に戻ることができて、子供も愛することができるように変えられたんですね。だからその人の持っているこう生まれ育った否定的なあれでこう育ったかもしれないけど、でも考え方が変わった時にその人の人生も変えられたっていうね、まあ、実例かなと思うんですね。だから最初の御言葉でこの世と調子を合わせてはいけないっていうのは、まさに世の中の考え方価値観で自分を見ちゃいけないよっていうことなんですね。で人の評価は絶対正しくありません私たちを正しく評価できるのは神様ご自身なんですね。私たちを作られたお方、神様だけが私たちを正しく評価できるお方です。もう価値がわからないと、もうね、聖書の中に豚に真珠ってあるんですけど、豚に真珠を与えてもこう泥で、ね、踏みつけるだけ。この言葉を思うときに私も一つ失敗したことがあるんですね。っていうのは高校生の時にペンフレンドがいました。その方から十字架のペンダントをいただいたんですね。で高校生だからそんな価値分かりませんで日曜学校の子供に入ってあげたんですそしたら後からどうだった、気に入ってくれた、宝石屋さんに行って買ったんだけどって言われて後であれはダイヤの十字架だったんだ後で分かってショックを受けたんですね。だからダイヤそのものの価値がわからない高校生の私にとってはそんな高価なものを贈られても中学校の子供にはいあげると気軽に渡せるようなもの、おもちゃ的な考えだったんですね。まあ、そういうこともありました。だから価値を知らないとどんなに損をするか、馬鹿を見るか。だから私たち人間の価値も本当に素晴らしいものなのに、全然価値を知らない人から評価されて、その評価に自分を貶めるっていう可能性だってあるんですよね。まあ、だからそこは神様の目で私たち自分自身を見るってことがとても大切なことかなって思います。で、瞬きの詩人って、水野源蔵さんってね、随分前に亡くなられた方がね、この水野源蔵さんは脳性麻痺でしかも手足も動かない、で瞬きでしか自分の意思を伝えることができない、そういう方が本当にこう多くの詩を書いて人を感動させる、もう生き生きとした人生を送ったんですね。でこの人が書いた詩の中に喋れない書けないっていう詩があるんですね。私の瞬きを見て一時を拾って詩を書いてもらう、一つの詩を書くのに10分20分30分、妹の愛と忍耐によって一つ二つ三つの詩が生まれる、神様に愛されて生かされている、喜びと感謝を詩に歌い続ける、本当に何にもできない、本当に 100% 人のお世話でなければこう生活を送ることができない彼自身が、でも神様に愛されている、そして生かされている、こんな自分でも価値があるんだと思った時にこう、ね、自分を正しく評価できるようになって、その喜びをこう歌にできるようになった。だから本当に
正しく自分自身を見る、そのためにも、まあ、心をね変えて、神様がどう自分を見ておられるのかなっていうところをキャッチして、そして自分のこうダメだっていう部分も神様は良いって言ってくれる、それをねしっかりこう考え方を変えて神様のね恵みを受け取っていただきたいなと思うんですね。だから心を新たにすることで自分を変えていくっていうのは、神の目で自分を評価して進んでいくっていうことなんで、このラジオを聞いてる方、自分ダメだ、あ自分はこう何かあってもできないとか、そうセルフイメージをね持つんじゃなくて、あなたにはとても価値があって、神様はあなたをとってとても素晴らしいって評価してくださってるんだってことをね、ぜひ知っていただきたいなと思いました。アーメン、以上です。セルフイメージ、まあ、クリスチャンでも時々、セルフイメージで苦しむ時もありますよね。神様に本当はフォーカス、神様がどう言ってるかっていうのにフォーカスを当てないといけないのに、自分自身の失態とか、そうそう、なんかこう、ね、いろんなものを見てしまって、神様以外のところにこうフォーカスを当ててしまって、落ち込んじゃう時もあるんですけど、ありますね。なんかもうね、雅子先生の今日のあるメスショートメッセージで、私もあ違うでしょヨハンナって神様でしょって今ちょっと心の中で思っていました、はい、そう 100% 素晴らしいんです、はい、まあ顔形はみんな違う、個性的なんです、ユニークなんです足の長さ短さいっぱいありますけど、はいはい、ありますそれぞれが本当に神様が作って、ね、そうそうそう、作られた素晴らしい、うん、作品なんですよね。ヨシニーがずっと無言で聞いてくれて 急に無言で見られてもあれなんですけど、いやもう最初からね、子供がどっから可愛くなくなるのかっていう話がちょっと面白くてね、いや私もあの宝石のくだりもずっと気になってて、ね、宝石のくだりとね、あげた方はその後どういう反応されたのか、多分小学生だからね、どっかにポイってあダイヤはどこ行ったんだろうまあ多分どっかのどっかのおもちゃ箱で眠ってるのかな面白いですね、価値を知らないと、そう、そう、そうなんですね、神様から価値を、ね、あるものとして私たちはいるので、その価値を知ってるので、また自分自身を取り扱うことも知ってるという、そうですね、正しくね取り扱っていけたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2曲目ご紹介したいと思います。ミクタムで命と希望を。主よ身胸のため全てあなたに捧げます。主よ御手の中で心清め用いたまえ、御前に走り行き主の炎をつかむ、破れに立ち取り出すために滅びゆくこの世に哀れみを与え、命と希望を運んで行きたい。主よ御胸のため全てあなた捧げます。主よ御手の中で心清め用いたまえ、御前に走り行き主の炎をつかむ、破れに立ち取り出すためにと希望を
ち取りなすために滅びゆくこの世に哀れみを与え命と希望を運んで命と希望をでした。続いてのコーナーはシャスちゃんいらっしゃい。このコーナーでは毎回素敵なゲスト幸せちゃんをお招きして、なぜそんなに幸せなのか、何があなたの人生を変えたのか、幸せの秘訣を聞き出そうというコーナーです。今日も素敵なゲストに来ていただきました。今日の幸せちゃんはこの方です。はい、コールシャマーチャーチから来ました町田彩子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。先週はあの娘さんの方が、はい、先々週か、もうちょっと前ですね、ちょっと前ですね、はい、に出ていただいて、今日はお母様の方にお越しいただきました。はい、はいはいはい、実は2回目の登場行っちゃう、それ行っちゃいます。でも前ね、何回か行ってるから、ね、あそか、はい、ちょっと前ね、残念なことに放送がなんか機械の関係でね、ちょっと音が、ね、壊れちゃう。PA の方が今平謝りをして、この会話を出すためにちょっともう声が鉄板になってでも今日は大丈夫だと思いますので、はい、またあのいろいろと お聞かせください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先ほどちょっと聞いたんですけど、あのクリスチャン家庭では育ってなくて、はい、で町田さんの方からクリスチャンになられたんですか。はい、もう話していいですか。私の、家族は、家族構成は両親と、3つ上の姉が1人いまして4人家族なんですが、姉を通して私と両親は、うん、あのイエス様に出会いました。はい、はい、あ、じゃあはい、あのですね、私石垣島出身なんですが、私の姉が高校卒業して沖縄本島の方に住んでまして、で ある日、私が高校2年の時だったと思うんですけど、ある日その姉から電話がありまして、実はクリスチャンになったっていう電話だったんですね。で私はそれを私が最初に聞かされたんですけど、もうそれ聞いた時はもうもうとんでもないことをしてしまったもう私の両親は本当にもう怒る、もう本当に姉は感動されるんじゃないか、うん、で最初に来たのがすごい恐れだったんですね、うん、なぜかというと私の父は長男で、家には仏壇があってですね、うん、やっぱり私の母もその仏壇ごとっていうのをとても熱心にやってましたので、うん、もうとんでもないと思って、うん、もう本当に姉に大丈夫って、そしたら姉はいや、お正月石垣に帰ってお父さんお母さんにそのことを話したいのでっていうことだったんですよ。でもう私はそれまで両親には何も言わずに、ある日姉がお正月にですね帰ってきました。でもう両親を目の前に話をするっていう時に、もう私はもうその場にいるのがとても怖くてですね、自分の部屋に行って、もういつなんかこの怒鳴り声とか、もうなんか
ビンタをされる音とか何か聞こえてくるんじゃないかと思ってもう頭の上から布団かぶって耳を押さえてもうずっともして部屋にこもってたんですね、うん、でもしばらく経っても何も聞こえなくて、うん、おかしいと思ってゆっくりなんか出て行ってみるとなんかもう両親がもう涙流して、うん、私の姉の話をじーっと聞いてて、うん、もう3名でなんかもな泣いてるんですよ、もう何が起こったんだろうと思って、うん、で、まあ、私の両親もあのもう姉のその話であじゃあ自分たちもあなたが信じているイエス様を信じたいっていうことで、うん、もうすぐその日でじゃあイエス様信じるっていうことでなったんですね、うん、でも私はもう全然あのなんていうんですかねまあ両親も私の姉もじゃあ信じるんなら、うん、もう私もっていう、うん、あのよくなんかイエス様を信じるその証っていうかその話でよく劇的な何かがあったとかあるじゃないですか、はい、でも私は特にそういうのがなくて、うん、もうあの高校の何ですか小学校の時はもうあの男子対女子でなんか喧嘩をしたりとかもうで中学の時はもう学校帰りみんなで海に飛び込んで泳いだりとか、はい、高校の時はあの友達と部活とか、うん、もうそういう本当にあのなんか平凡なっていうか、うん、特にこれといった悩みがあったわけでもなく、うん、だから何かがあって私はイエス様信じますではなくて、うん、まあ本当に両親と姉が信じるならっていうことで、うん、まあ本当にそういうちょっと単純なあの理由だったんですけど、まあ、それが私とイエス様と出会うきっかけ、うんですその時は大体何歳ぐらいだったんですか、お姉さんが高校生あ高校卒業してたので私は高校2年ですね、はい、ですね、なんか予想もしなかったことが起こったって感じですよね、はいはい、まさかお父さんとお母さんが涙しながらお姉さんの話を聞くっていう、はい、なんかです私話聞きながらちょっと涙が出てちょっと感動して涙が出てきてなんかその時の大人もなんかすごい想像したらすごいですね、うん、それは、そういうあのことも切り口もあるというか、うん、ああすごい、うん、お姉さんの話聞かなかったのがもったいない思ってこうやってそうですね、はい、そうですね、うん、じゃあその後、まあ、その時はまあ石垣にそうですね、お姉さんが石垣まで来て、はい、それで、まあ、ご両親とお話をして、うん、でその時に綾子さんも話を聞いてクリスチャンになって、はい、でその後お姉さんはまたなあの本島の方に、はい、沖縄本島の方に、はいはあ、でそのままご家族と、まあ、高校生だったので、はいあはいまあ、一緒にいられると思うんですけどそのままじゃあその後は教会とかそういうところにはどういうふうに、はい、行きました。石垣にあるあの教会に私と両親は、うん、あの通ってたんですけど、うん、あのそこ、まあ、最初はやっぱりあの熱心に通ってたんですけどやっぱり私も学生なのであのやっぱり同級生とか同年代がちょっとそこの教会いなかったので、うん、やっぱりあとちょっとなんか物足りないというか、うん、そういうのでやっぱりちょっともう行ったり行かなくなったりもうあとはちょっと遠のいてしまったり、うん、でそういう中で私が高校を卒業して私も沖縄本島の方に来てあの姉と2人で生活、うん、あのアパート借りて生活スタートさせたんですけど、うん、その時にあの姉と一緒に姉が行ってた教会に、うんはい、通うようになりました。うーん、はい、すごいシンプルに本当になんか感動しています今。じゃ後半ちょっとまたその教会生活とか、ね、また今ほらの娘さんもね、うん、教会に通われて家族も、はいあのね、あのクリスチャンということなのでその部分もちょっとお話が聞けたらなと思います、はい、じゃあ3曲目ご紹介いたします。ジーザスライフハウスでストロンガー。愛がここにある、背を積み十字架、あなたは勝利し再び蘇る。
日いつでも嵐も日も越え自由をくれるイエスが生きてる。あなたの強さが罪だけ救うた蘇る力ライフハウスでストロンガーでした。シャスちゃんいらっしゃい。はい、今日はゲストで町田彩子様さんに来ていただいています。さまさまさまって口がもごもごもごって、失礼いたしました。はい、前半はどういうふうに、まあ、イエスキリストの話というか教会の話を聞いて、お姉さんが福音を伝えてくださった、イエスキリストの話をしてくださったということ でご両親が先に、まあ、信じて、うん、でその流れで一緒に信じたということで、はい、でその後はまたそこの、まあ、教会ね、石垣の方の教会でつながるのがちょっと難しくて、うんうん、まあ、高校卒業した後にお姉さんと一緒に暮らして、で、はい、まあ、お姉さんが通ってた教会に通ったということなんですよね。はい、でその後、まあ、どういった、まあね、教会生活とか、うん、また何かこうお話ししたいことがあれば、うん、ぜひシェアしてください。うん、はい、まあ、沖縄本島に来て、姉と一緒に教会には通い始めたんですけど、まあ、教会に通いながらも本当に神様と、もう一方ではやっぱりこの世の価値観とか、うん、この世の流れになんかついついていってしまうというか、なんか本当に教会片足ずつ、うん、教会この世みたいな、そういう、うん、ちょっと生活っていうのもちょっと続いてたんですけれども、ある時にその時通ってた教会の牧師先生、牧師夫人なんですが、うん、その先生が語った御言葉が、先ほど雅子の部屋で雅子先生がおっしゃってた、うん、この世と価値観、この世と調子を合わせてはいけません、うん、
あの何が神に受け入れられ、あの良いことなのかをわきまえ知りなさいっていう、うん、その御言葉が語られた時に、あの本当に私に合う、なんか語ってるようなすごい気がして、うん、本当に今までの自分のこの歩み、あの本当にあの中途半端な、あのそういうイエス様を信じる信仰生活ではなくて、あの今本当に、自分はもうイエス様に自分自身本当にあの従イエス様に従わないといけないなっていうことを、その御言葉からすごい、あのそういう心にその御言葉が刺さって、そこからあの本当に自分の歩みを改めたといいますか、はい、でもあのまたイエス様を信じても、あの毎週教会に通ってはいても、あのずっと私の中にあったあのそのセルフイメージ、あのそれがあの低いっていうのがずっと私自身の、あの問題だったんですね。で周りはあのそうやってなんか励ましたり慰めてくれても、いやなんかあの言葉だけでしょみたいな、なんか受け入れきれなかったり、あのなんかいつもなんか比べられてる、あそういうなんかもう自分は何もできない、自分は足りないもの、なんかもういつもそういうのがなんか自分の中にあって、自分で自分の中でそういうメッセージをいつもなんか送ってて、で、まあ、もちろんそのことも神様祈りながら聖書を読みながら、その時はあ自分は本当に神様に作られたものだって思うんですけど、また何かがあれば、あやっぱり自分はダメだ、自分はもう何もできない、でも本当にそこになんかまた戻ってしまう、そういうちょっと繰り返しの中にずっといたんですけれども、でも本当にあの自分自身でもそのことはずっと祈り続けながら、であの本当にやっぱり御言葉によって、あの私は本当にあの人は上辺を見るが神様はその心を見られるっていう、その聖書の中に御言葉があるんですけど、本当にそれがもっと自分の中に理解ができて、あの人と比べるんではない、私は神様が神様によって作られたものだから、あのだから本当にそこにあの立つことができて、であの本当にその部分でセルフイメージが低いとか、それはもう以前に比べて、それは私の中ではもうあのそこで悩まなくなったですかね、今は、はい、本当にあの先ほども正子先生おっしゃったように、はい、本当に高価、あなた私の目にあなたは高価で尊いっていう、本当にやっぱり御言葉であの本当に変えられたですかね、はい、神様が、ね、価値ある存在としているっていう聖書では、うんうん、そういうもう本当にいろんな神様からの愛のね、はい、メッセージが、うんうん、あの書かれていますけど、それを受け止めて本当にセルフイメージが徐々に徐々にこう変わっていったっていうことなんですね。はい、どうですかね、よしにも あのありましたか、このセルフイメージとかこうなんかあの、まあ、葛藤があったことというか。そうですね、あの私の場合はもちろんクリスチャンホームなので、またちょっとあの感覚が違うのかもしれないんですけど、でも逆にクリスチャンホームだからこそっていうんですかね、これが正しいと思ってるけど、それとほど遠い自分みたいなものを感じてしまって、なんか価値がないように感じる時がやっぱあったんですよね。であとはまあさっきも聞いてて思ったのが、このセルフイメージが低いのと謙遜っていうのをごっちゃになってる人がいると思うんですよ、うんうんうん、でまあこれクリスチャンの中にも、はい、で、ね、自分はこれできませんあれできませんっていうのが謙遜だと思ってる、うんうんうん、でまあもちろんいい意味でその謙遜してね、自分のことをよく知るのは大事なんだけど、なんかそれ以上になんか神様が価値があるって言ってるのに自分で価値がないっていうそういう狭間でそれ神様より自分の価値観の方が上に置いてるじゃんっていう、ね、なんかよく先生たちが言うんですけど、それは本当の意味は謙遜ではないんだよっていうことをね、でそれまあクリスチャンですらそこが混乱するわけですから、クリスチャンじゃない人にとってはなんかそこがよくもっとわからないかなと思って、まあそういう意味でね、健全な意味であの自分に価値があるって、ただそれがだから別に人より何かができるって意味ではなくて、もうただその存在がというか神様の目からは尊いんだよっていうことでね、
そうがすごい大事かなと思いました。急に降ってすみません。咳込んでいてかわいそう。大丈夫ですか。いや、うん、お母さんとお父さんもはい、お姉さんによって、うん、まあね、福音を伝えられたということで、はい、その後、うん、お父さんお母さんはどのような、はいはい、暮らしをされたんですか。まあクリスチャンになって、はい、やっぱ仏壇ごとをもう、うん、もうやらないということで、うん、私の父は自分の親戚の人たちに、うん、そのことを話したんですね。もう自分たちはもうクリスチャンになったから。そしたらやっぱりもういろいろ言われたようです。本当にやっぱりね、沖縄特に仏壇ごと大きいじゃないですか、はい、でもその中でも本当に両親はそれでも本当にすいませんということで、うん、まあ本当にいろいろ言われながらも、まあ一応仏壇はもうやらないで、うん、もう閉めて、で本当にまあ、でその中で一応24年前ですかね、私の母が、うん、天に召されたんですけれども、うんうん、でも母は病気が見つかった時はもうすぐ余命宣告されたんですね、うん、でもその中で自分の親戚とか自分の友達にイエス様のことを伝えたいって言って、うん、まあ、私たち本島の方で住んでたので、うん、私たちの方でちょっと自宅療養してたんですよ、うん、でも時々は石垣に帰って、うん、その親戚とかに本当にイエス様のことを伝えたりとか、うん、で母がずっと持ってたのが家の教会を作りたいっていうのがずっとあって、うんうん、でそういう家探しをしたりとか、うん、でそういう中でもう母はずっとそのことを願って祈ってたんですね、うん、でその中で私たちが行ってた教会から僕兄弟姉妹夫婦が送られてきて、うん、家の教会として礼拝を西脇の方で、うん、スタートさせたりとかですね、うん、はい。だから母の本当に病気を抱えながらも、うん、本当にそういうそのビジョンというか、うん、それを持ち続け最後まで持ち続けて、本当にその母が祈った通りにその家の教会ができたっていうのは、本当に私たち家族にとってはもう母の信仰は本当にすごい励ましになりました、うん、すごい。体はねとっても大変だったんじゃないかなと思うんですけれども、うん、はい、神様から与えられたその夢というか、うん、ビジョンを本当に遂行するというか、うん、素晴らしい本当に信仰の方ですね。ですね、はい、なんかもう最初から最後まで感動してもらったしみじみと今なんかもう涙が。すごいですよね。今だから息子も娘も教会に、ね、そうです、教会にみんなつながって、はいはい、イエス様を信じているということで、はい、本当に素晴らしい。お話を聞けてとても良かったです。ありがとうございます。います、またぜひ第2弾とかいつでもまた娘さんと一緒に出てもいいのであ、はい、じゃあ最後にちょっと、はい、質問、よしにいからじゃあよしにいからそうです質問を、はい、じゃあ町田彩子さん、あなたは今幸せですか。はい、幸せです。幸せです。ありがとうございます。またぜひお越しください。ありがとうございました。はい、それではお別れの時間になりました。ラジオをお聞きの皆様、今日の幸せチャンプルーはどうでしたか。一つでもあなたの心に触れる言葉があれば幸いです。聖書の中で神様はこう言っています。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。あなたは神様に愛されています。あなたも神様の愛を知って幸せちゃんになりませんか。明日は日曜日です。神様のことをもっと知りたい、聖書の教えを学んでみたい、悩みを聞いてほしい、祈ってほしい、そんな方はいませんか。教会はあなたを歓迎します。どの教会に行ったらいいのかわからないという方はご連絡ください。お近くの教会をご案内いたします。もちろん私たち隣人キリスト教会も歓迎いたします。隣人キリスト教会の住所は豊見城市マダン橋 467-1 豊
電話番号は 098-996-4533 です。また聖書が欲しいという方には無料で郵送いたします。しあわせ 780@gmail.com までご連絡ください。この番組は隣人キリスト教会の提供でお送りいたしました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。 God bless you! バイバイ。